ザ・ CRTV。 皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はあの TBI のルート制作で剣山の方に行こうということで、オンルートで通る予定の宇多津の町並みの道の駅に来ています。ここはとてもいい造りで、駐車場があって、向こう側のに宇多津の町並みのちょうど裏側になってて、ちょうどこの間の失礼がとっても好きで、古い石垣があって、で街並みのこう裏側が映ってて、ちょっと奥の方に行ってみましょうかね。このここのランドスケープはとっても好きで、ちょっとのことなんだけれども、まあ、こういう感性っていうのがいいなと思いますね。で宇多津の街並み、まあ、ずっとこの地域見てて面白いなと思うのはこの屋根、特にこのシャチホコなのか鬼瓦なのか何なのかわからないのがいっぱい屋根屋根に立ってるの、家紋が入ってますね。その蔵の屋根なんてこうアーチ状に吹かれてて、今ちょっとやってる仕事に関係してとても興味がありますね。この古民家にはこの芙蓉の花が合うんだな。なんでかね。これはあの張り替えるんですか。暑いね。人見戸。すごいね。さあ涼しいとこ行こうや。僕たちは今から剣山に上がるので、お弁当を買って行きます。これはお誕生日のプレゼントでもらったんだ。この暑さはちょっと蒸気を逸しとるね。モンゴルの時の暑さとは違いますか。モンゴルの暑さとは違うんじゃないかな。湿度がね違うのかな。でも今回フェーン現象で湿度の低い朝が浜松とかね、あっちの方は湿度 20% でも、モンゴルの暑さは湿度 0% の暑さやからな。剣山編が終わるとちょっとだけ東北のコース制作の様子編で、その後シルクロード編とか西安パリ編とかどうよね。いいですね。はい、吉野川渡ります。右手は吉野川、四国三郎、川にその人の名前を当てるほど川っていうものはそのなんていうか生活に大事で、家族のような友達のようなそういう意識が愛称としての四国三郎なんていう名前になっちゃうのね。でまあブルーアイランドといえば四万十川と吉野川、剣山とみたいな、そういうこういくつかの提携の形場所があって、それらをつないでグリーン道軍の、まあ、旅というのが、まあ、一つの 方式というか方程式ですね。
そうトンネルと須藤峠です。涼しいだね。メーターってここ1000メーターぐらい涼しいね。荷台でバイクなしで思想に来てます。で今スーパー林道の中に入ったところにいます。でこれから、まあ、通行止めが多いんだけどスーパー林道を少し走って、南側に降りてちょっと秘密のある場所に行ってみようかなというふうに思ってます。いける？まだ食べよる？よし、出発。これはスーパー林道の久住さん。スーパー林道ってトータル80キロあるとか言われてたんだけど、まあ、それの雲層から東側をこっちは今日は走ります。これがオンコースになるかどうかはちょっと最終決定ではないんですけれども、ここから東に行って分岐まで行って分岐から上勝に降ります。で上勝のブルワリーに行こうという変な作戦です。まあちょっとした夏休みですけどビールを飲めるのは僕しかいないんで、この中では僕だけビールを飲んで見ようかなと思ってます。今鶴木さんを降りて、上勝に来たらこの中村博士っていう人の設計した、まあ、ブルワリーというかあります。割とその彼の思想と、まあ、自然との共生の思想とか非常に共鳴するところがあるんですが、これだけちょっと違和感があったんでちょっと見たいなと思ってたんで、あ、空いてるみたい。今日は鶴木さんスーパー林道を越えて
やってきました。ここは上勝町にあるブルワリーです、ぜひここを通りかかったら寄ってビールを飲んで飲酒店にならないように走りたいと思いますが、僕は今から一本飲んで車で横で寝ながら帰ろうと思います。ということで、ではまた来週、さよなら。SSCR TV